はい、玉根園著名人研究家の小村です、えー、今はですね、こちらに来ております九区でございます九区に来ておりますこれからですね、お墓参りに行くところは岩倉智光さんのお墓参りに行きたいと思います、えー、岩倉智光さんのおじいさんはですねあの大乗大臣を務めました岩倉智光さんでございますそのお孫さんでございますね えー、明治大正昭和期の実業家でございます、国際運送、まあ、今の、えー、日通ですね、えー、とか、ですね、えーけ、京阪神急行電鉄、これらに携わった方でございます、また、ですね、えー、プロ野球の球団、阪神タイガース、阪急、南海などですね、えー、このプロ野球がですね、誕生するときにです、ね、大変、えー、携わった方でございます。 そのような話もしていきたいなと思いますお墓はですね9区2種18側でございます、えー、9区2種2種ですので中の方でございますね、えー、ここはまだ9区1種6側でこちらは1種ですねでちょうどここが2種のところでございますここは9区2種17ですので18は隣ですねはいここが 二種、十八側ですので、えー、この中のですね、えー、右手側に、ですね、えー、岩倉智光さんが眠る岩倉家の、えー、お墓がございます。では、えー、ちょっと紹介の続きをしていきたいと思います。えー、おじいさんは、ですね先ほどもお伝えしました通り、大乗大臣を務めました岩倉智美さんでございます。 お父さんはですね、四、え、尺、ー、の岩倉友恒さん。その三男としてですね、友、え、常、ー、さんが、えー、赴任されておりましたモスクワの地でお生まれになりました。えー、またその四尺を継いだのはですね、お兄さんの岩倉具明、えー、さんでございます。弟にはですね、海軍中将の鮫島智重さんがおります。 えー、岩倉智光さんは1910年に明治43年分家されておりますはいお墓到着いたしましたこちらになります、えー、岩倉家の墓とはい刻まれてますね岩倉家の墓でございます左手にですね母子、えー、がございます母子ですね ちょっと簡単に紹介します、えー、まず一番最初にですね、えー、この岩倉智光さんの刻みがございますそして、えー、その隣がですね、えー、岩倉友、えー、久さんが刻んでますねそしてその隣が岩倉敏子さんそして、えー、岩倉花さんですねで、友光さんの奥様は花さんでございます花さんですね 花さんは銀行家の岩下清千香さんの長女でございます。そしてこのお二人の娘さんが敏子さんになります。長女の敏子さんです。で、長女のこの敏子さんは横浜証金銀行の副頭取を務めておりました竹内金平さんの五男の五郎さんと結婚されました。そしてその五郎さんがこの岩倉家の婿養子となりまして名前を岩倉智久と 解明されておりますそれが友、えー、光さんの隣に刻まれております友、えー、久さんということですねはい今4名刻まれておりますさあでは、えー、岩倉友光さんの紹介の続きをしていきたいと思います岩倉友光さんはですね、えー、学習院 を経てです、ね、1908年明治41年に東京高等商業学校を卒業第二次桂内閣で抜擢されまして内閣総理大臣兼大蔵大臣の桂太郎さんの大蔵大臣秘書官を務めました内閣総辞職後はですね寛解を去って2年間欧米で、えー、過ごしました帰国後、えー、実業家に転じます年年大正10年 日本運送の監査役、1923年からは阪神急行電鉄の監査役そして1924年からは義理のお兄さんの中島熊吉さんが社長を務めておりました国際運送いわゆる現在の日通日本通運ですねこの専務取締役に就任しましたそして1926年からは内国通運取締役となってそして同年国際運送の社長に就任しております 1931年、昭和6年からはですね、えー、阪神急行電鉄の取締役を務めましたまた阪急の百貨店も担当しておりますちょうどこの頃ですね、1934年、昭和9年です、ベーブ・ルース率いる大リーグ選抜がですね、日本に来日し、日米野球を行ったことを機にですね、日本にも職業野球、いわゆるプロ野球を発足しようじゃないかという機運が高まります。 大日本東京野球クラブことですね、東京巨人軍が誕生しましたそしてその巨人のオーナーを務めておりました勝力松太郎さんはですね、東京、名古屋、大阪の三大都市圏をですね、本拠地とするリーグ戦開催を目指し、えー、まず声をかけたのが日本最大の野球場を持っておりましたあの甲子園球場をです、ね、所有しておりました阪神電気鉄道に球団創設の誘いをされました。 えー、まさにこの岩倉智光さんのところに、えー、誘いがあったということですねそして阪神急行電鉄の,の取締役でしたこの岩倉さんはですねそれに賛同しましてそして1935年12月10日に大阪野球クラブこと大阪タイガースが発足されることになりました岩倉さんはですねさらにチーム数を増やすためにですね阪急にも声をかけてですね阪急の、えー、勧誘にも携わって そして阪急軍というのが誕生ししてておりますそ1936年ですね社団法人日本職業野球連盟、まあ後のちの、ね、日本野球機構が結成されます。このとき、ね、日本の初めてのプロ野球球団として、まあ、この連盟に加盟したのがですね東京巨人軍、まあ、今の読売ジャイアンツそして大阪タイガース阪神タイガースですねそして名古屋軍、中日ドラゴンズです。 そして阪急軍、現在のオリックス・バッファローズそして大東京軍、えー、大東,東京軍は、ですね、後に松竹ロビンスになって太陽ホエールズになって現在の横浜ベイスターズにつながっているチームですねそしてその他、名古屋金庫軍と東京セネターズこの7球団がですね、えー、まずは、えー、加盟しましたその翌年にはですね、日本初の野球専門スタジアム後楽園球場をですね、本拠地とした、えー、イーグルスですねこの これ創設したのがですね、タマリエにもお墓があります、押川清さんです。動画も上がっております。このイーグルスは加わりまして、さらにですね、この岩倉智光さんはですね、また関西圏にもですね、チーム作ろうということで、何回もですね、勧誘しておりまして、そして何回もですね、1938年から加わりました。これでプロ野球球団はですね、救急団になったということですね。 この間、まあ、岩倉さんはですね、1936年に阪神急行電鉄の専務取締役になっております。そして1943年からはですね、阪神急行電鉄と京阪電気鉄道の合併で誕生しました京阪神急行電鉄の発足に伴って専務となっておりまして1944年からはですね、副社長を務めております。 そのほかですね、大北火災海上運送保険の取締役や、日本レールの監査役なども歴任されております。えー、またですね、斎藤誠内閣が総辞職に追い込みました、定人事件ではですね、えー、後藤邦彦さんや河合義成さんとともにですね、番長会というのを設立して、後半では承認も務めております。えー、去年は73歳でございました。 まあざっとではございますが、岩倉友光さんのご紹介でございましたではお墓参りしたいと思います はい、えー、岩倉智光さんのご紹介、えー、お墓参りをさせていただきました、まああのー、関西のですね、プロ野球の球団が、まあ、結構多く、えー、発足したのはですね、この智光さんのですね、尽力があってということですね、えー、他にも実用家としても活躍されました、えー、岩倉智美さんのお孫さんですね岩倉智光さんのご紹介をさせていただきました。 以上でございます。